の田植え踊りはおよそ200年の伝統を持つ県の指定重要無形民俗文化財にも指定されているんですね。村内18の地区で継承されてきた踊りとなります。華やかさが特徴ということで、ぜひそういったところも注目してご覧いただきたいなと思います。恐れ入ります。上手の方ちょっと中に上に上がっていただけませんか。今ちょっと時間があるので、それでちょっとお説明申し上げたいと思うので、上がってください。上に、はい、どうぞ。先ほどね、クワガシラが一人出てまいりましたね。こちら見てください。クワガシラがここに一人おります。それからもう一人ですね、先ほどはなかった役があるんです。軍配持ってますね。これも最初からこのような軍配ではなくて、本当は花の輪だったんです。丸い花輪だったやつがですね、真ん中を縛って締めるとこう氷炭になるわけですね。それがこういう形になっちゃったんですね。だからこの変化の具合がよくわかります。さあ、それでこの同じクワガシラでもですね、ひげを生やした随分いなくなりましたね。これ総監督ですからね。だからかぶる帽子もですね、赤と白で独特の帽子をかぶっております。それを手拭いで縛るというやつですね。ちょっと後ろを向いてください。すみません、後ろ。帯にですね、このようなしごきをたくさん下げてますね。華やかになってますね。これは単なる飾りではございませんね。これも遡れば死で神様に備えるおへそくなんかと同じですね、役割を持ってたものが色になってきれいに飾ったんですね。このようにどんどん変わっていきます。ありがとうございました。前も戻ってください。はい、そういった華やかさにもぜひ注目いただきたいなと思います。はい、あ、それからこの左側に一人黒いですね、黒紋付きの方が早乙女の一人なんです。ただ早乙女引きと言いましてね、刀を刺してますよね。刀刺しましてね、早乙女のリーダーです。そういう方が生まれてきました。これも一つの変化ですね。これにこう伝わっていくに従ってどんどん変わっていく、非常に、ね、興味深い形ですね。さあ、ありがとうございました。それじゃあ、はい、いただきますか。それでは準備はよろしいでしょうか。飯舘村の民俗芸能、小宮民俗芸能保存会の皆さんによります小宮の田植え踊りです。昨日からお田植えが持った栄次郎へ頼みやい。ゆうべ旦那に言いつけらっちゃうこと覚えたが忘れたか。一番鳥に羽を着て、金なる駒に蔵をかけ、一の沢かれんの沢で年々でっぱりと引っかいたわやい。はい、おえ年の大のそののし、はい、
たる竹の子、はい、もとづくと休めて、はい、裏をちゃんと生やして、はい、鳴らし竿と直つけて、はい、鳴らし上手の鳴らしは、はい、したの見事さ、はい、種まき上手の種まきは、はい、おーたのやさぶろ、はい、お金のくだろを抱えて、はい、はい、次はナイトリ。ゆうゆうさ、こうさ、昨日今日前食べたのは言うなれども、将来のは恩できた、お前小分けのないように、おっぴき取り投げて田んぼを礼そうだめだし、かくそも、はい、次は田植え。借金さ、これも取ったあごった取りつつもならない、おないこないのないように、うすぱらぱらりと月短毛霊草止めたち乾くそも、そうでみらず乾くそも、すみよ
次はもみすり。ゆえさこんさ。あれやさこれやさとゆいじん。おたよりもできたこった。この台所を見回せば。原病だから。一千病二千病。やにみに使いであるこった。このおっくずじひっくずじいつさんもおれそうどめだしこくそ。せいさんもおれそうどめだしこくそ。吹き出し。ゆえさこんさ。あやさこれやさとゆいじん。ひも引いたごった質のあるまい。大身にかっこんで抜かすぞ。どわりどわりと吹き出してたんもおれそうだめだ。こくそ。どわりどわりと吹き出したんもおれそうだめ。こくそ。なあ。
次は米好き。さっこんさ。あやさくれやさつゆいちん。ともふいたごったきつてもなるまい。山中当時、島内の米三条四号を持ってきて、ニーバリウスのポーポーで、浅田の球のそいもんで、博多が博多が旧祝い、千釣り学科やり学科、何度のそばでも押しわっか。上場上派手に続き続いて探訪礼装止めたち怖くそも。次は黒川の夜行鳥。さっこんさ。あれやさこれやさとゆいちん。米付き上がりで怖くそも。黒川の夜行鳥の一つもござり申せるやいそうどめたち怖くそも。なあよどせ。Yeah.
次はアンガリ墓。ユージンさ、コンサアレサークレアサーとユージン、クロカーの薬行取りもできたこった。アンガリ墓の一つもござりもせびがいそうとびたち、こくそなあよどうさ次は最後になります、こんな踊り。ユージンさ、コンサあれやさ、これやさ、あとユージンあんなに墓もできたこったこんな踊りの一つもござりもすべがいそうとみたち、こくそもそうとみたち、こくそもことさよなおみんのしおにこがさなるなやれこのやおめでとうございます。
ありがとうございました。飯舘村小宮民族芸能保存会の皆さんによります小宮の田植え踊りでした。改めて大きな拍手をお願いします。ご苦労様でございました。先ほども申し上げたんですけどもね、相馬地方には70カ所田植え踊りあるんです。ほとんどが今中断しております。ようやく復活したのが6カ所、そのうちの4カ所を今日ね一時で拝見できたんですよ。私も60数年芸能をね見させてもらってますけれどもね、こんな素晴らしい田植え踊り4つも揃ったのは生まれて初めてでございます。今日おいでなかったは本当に幸運ですね、素晴らしい会になりましたね。で、何回も申し上げますけれども、前の4人、先ほどのですね南津島の場合は桑頭1人でしたね。これは4人に増えました。一番右端の方はですね、一般にはね綾竹って言うんですけども、竹筒の中にね小豆なんかを入れて振るんですね。その音でもってね豊作なり悪霊払いをするという一種のまじないの楽器でございます。それも入っておりますね。それから軍配ができちゃった。それからこちら の福部ですね、京丹と言ってますけど、それも元々のものだということで、こんなに変化していくんですね。から佐渡踊り見ましても、留め袖で綺麗な着物着てますけど、もう一人黒紋付きのですね佐渡引きといういわゆるチーフですね、代表者が一人加わるという、こんなにですね踊りというのは伝わっていくに従って変化していくんですね。それ十分堪能できました。本当にありがとうございました。今日はじゃあ代表者の方ちょっとお話を伺ってください、はい、渡辺盛雄さんに伺います。渡辺さん前へ、まずお疲れ様でした。本日この浪江町でこのような形で披露されましたが、どんな思いで今日は臨まれたんですか？そうですね、復興祭っていうような形もあると聞きましたので、同じく飯舘の避難生活からようやく戻りつつある中でですね、こういう場で竹踊りを披露できたってことは大変光栄でございます。皆さんもちろんこの日のために準備もされたかと思いますが、いかがだったんでしょうか？随分ご苦労もあったんじゃないですか？そうですね、今日お見舞いの竹田先生のご指導もあって、震災後26年かな、北海道東北ブロックの福島県代表として小樽で披露してくることができました。それがきっかけで、その後いろんなイベントにご案内をいただいて、この度は今月の30日にですね、東京で日本で最も美しい村連合の全国大会があるんですが、その会場でも飯舘村の小宮の太陽踊りを披露することになっておりまして、合わせて練習をしておりました。ああ、そうですか。掛田さん、このように本当に大きな舞台も踏まれてるんですね。嬉しいですね。震災後ね、本当にできるかどうか分かんないんでね、だいぶご無理をお願いしたんですが、北海道東北ブロックの芸能大会に出演いただいた時も大好評でございました。こんな美しい踊りがあるのかというですね、皆さんからのご意見いただきましてね、それが今続いてるっていうのは本当に嬉しいですね。いや、これ会長さんもだいぶご苦労なさったんじゃないかと思いますけども、今後ますます一つ頑張ってください。東京にも気をつけて、はい、おいてください。ありがとうございます。はい、じゃあおしまいに今後のまた抱負ですね、どのような形でこの大切な芸能を続けていきたいですか？そうですね、現在のメンバーはですね、夫婦兄弟、はい、親子のグループなんですよ。ですから今今回の若い初めて習うという人が2人おりまして、あと希望の里学院の7、8、9年生に毎年文化祭に、小宮の太陽踊りを指導して踊ってもらっております、ね、そういうあれで後継者を増やしていきたいというふうには思ってます、この時間は飯舘村の小宮の田植え踊りを披露していただきました。皆さん本当にありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。小宮民族芸能保存会の皆さんによります小宮の田植え踊りでした。